アパストリーサは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体、コマルカダテイラチャニ属ス。ガリシア統計局によれば、2009年の人口は3566人。住民故障は、男女同系のパストリセンス。カスティーリア語表記は定冠子のないパスターイザ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.97%。アパストリーサは、 ルーゴ県の北部に位置し、コマルカダテイラ茶に属する。北がモンドニエードを、東がリオトルトと、南がコスペート、カストロデレー、ポル、メーラと、西がアバデンの各自治体と隣接する。自治体内には、数多くのカストロ文化時代の定住跡が残されているが、ローマ帝国時代やスエビ王国時代のものはほとんど残されていない。 6世紀のスウェビ王国時代の教区について記している。写本パラキルスウェイブムにはアパストリーサとモンドニエードの南部の平原地帯に置かれていたブリトニア教区について言及している。1821年、アパストリーサはヴィランという名で自治体として創設され、1840年には現在の名称に変更された。自治体主張は、 ガリシア社会党のプリミティーボイグレシアスシエラ自治体表議員はガリシア国民党5ガリシア社会党4ガリシア民族主義ブロック2となっているアッパストリー差は19の教区に分けられる太字は自治体中心地区のある教区ありがとうございます